こんにちは、茂木和也です。今回はコメント欄に届いたご質問にお答えしていきます。ではいきます。ペットがいる場合、あまり強い洗剤だと怖いなと思っていますが、いいものがありますか、というご質問です。確かに室内でペットを飼っている方だったら、家の中のお掃除用の洗剤に強い洗剤を使いたくないという方はですね、結構いるのかなと思ったりします。洗剤で強い洗剤というとどういうものなのかというと、言い方を変えると洗浄力が高いということになると思うんですよね。ただ室内でペットを飼っているとやっぱり室内が汚れますよね。いろんな汚れがつきますよね。よだれの汚れとか、あとはおしっこの汚れとかもついたりしますし、あと匂いもつきますよね。なので普通に生活しているよりもペットを飼っていると頑固な汚れがつきやすいですし、たくさん汚れがつくということなので、普通のですね、拭き掃除用の洗剤ではしっかり落とすことができなかったり、落としきれたとしても掃除の時間が結構かかってしまうなんていうことも考えられたりしますよね。洗浄力が高いという洗剤は言い換えれば危険度も高いということになりますから、洗剤選びが難しいところですよね。使った後にしっかりですね、拭き残りしないように丁寧に拭ければいいんですけどもね、水拭きをしてしっかり拭き取ってから空拭きするということができれば強い洗剤でもいいんでしょうけれども、うっかり拭き忘れとか残ってしまうと怖いですよね。あと拭き忘れしないようにしっかり気をつけて掃除しないといけないと思いながら掃除するのもですね、結構ストレスですよね。そういう意味でも強いものは使いたくないと。あとはしっかりですね、拭き残りしないように掃除をですねできる自信があったとしても、保管場所ですよね。保管場所のところにペットが行ってですね、何かいたずらをしてかかったりするっていうふうなことになるのも怖いですよね。だから強い洗剤はできるだけ置かないようにしたいというふうに考えている方もいるのかもしれないですよね。これは小さなお子さんをお持ちの方もですね、同じことが言えるのかなというふうに思いますね。それとそんなに強い洗剤じゃなくてもですね、拭き残りするということになりますと不安ですよね。なので一番理想的なのは、洗浄力が十分高くて拭き残りしにくくて、もし拭き残りがあったとしても安心できるものというものがあれば一番理想的ですよね。実はですね、そのような洗剤があるんですよ。それがですね、こちらシャボンのアブクです。はい、これはですね、私が作った洗剤です。 PR のようになってしまって申し訳ございませんが、これがですね、とてもおすすめなんですよ。でその理由を詳しくお話していきたいと思うんですけれども、まずお住まいの拭き掃除用の洗剤っていうのは大きく2つに分けられるんですよ。1つは合成界面活性剤が主成分のもの。例えば最近発売になった商品でいきますと、花王のホームリセットという商品があるんですけれども、そういったものとか、あとは歌丸クリーナーとか拭き掃除用の合成洗剤では有名で使ってる方結構多いと思います。これらに共通して言えるのは、液性が中性なんですよね。中性だから安心安全というところもありますが、主成分が合成界面活性剤なんですよ。合成界面活性剤が危険だと言っているわけではないんですけれども、合成界面活性剤は拭き残りしやすい成分なんですよ。食器洗い用の洗剤もシャンプーもボディーソープもですね、主成分は合成界面活性剤なんですよね。なので分かりますよね。なかなかすすがれていかないっていう感じが、ヌルヌルがなかなか取れなかったり、泡がですねなかなか消えてなくならなかったりするんですけれども、合成界面活性剤はそんな形でですね、すすがれにくいというものなんですよね。食器洗いの時はもうお水ジャージャー出してしっかりやってようやくキュッキュするぐらいまでなるとか、あと体洗う時もそうですよね。シャワーでしっかりやってあげないとヌルヌルとか泡は取れないですよね。でお住まいの洗剤の場合はそこまで界面活性剤の濃度は高くないんですけれども、ジャーッとこう水に流したりできませんから、やはり拭き残りのリスクはあるわけですよ。確かに中性でそれほど強くない合成界面活性剤が主成分なので、洗剤の中では安全性が高い方と言えますけれども、拭き残りした時にちょっと不安が
ありますよね。普通に人間だけ住んでいる分にはそれほど心配ないかもしれないです。小さなお子さんがいると別ですけどもね。ただペットだとやっぱりですね、いろいろ舐めたり、あの体に直接ついたり顔に直接ついたりしますよね。拭き残りが例えば床にあったとしたら、もうそこでゴロゴロやったり舐めたりするとなると、体についたり体の中に入っていくということも考えられますから、拭き残りさせたくないということになると思うんですけれども、そういう意味で安全性がいくら高くても拭き残りのリスクがある合成界面活性剤が主成分のものはですね、できれば避けたいというふうに思っている方がいるのかなと思ったりしますね。じゃあ合成界面活性剤が入っていないものでお掃除できるもの、どんなものありますかというとですね、それがもう一つなんですけれども、洗浄剤ですね。洗剤ではなくて、洗剤と洗浄剤って実は違うんですよ。洗剤っていうのは界面活性剤の働きを主に使って汚れを落とすものですね。だから合成界面活性剤が主成分のものは洗剤に当たるんですけれども、じゃあ洗浄剤はどんなものかというと、汚れを落とす主な働きがアルカリや酸によるもの、それを洗浄剤と言うんですよね。だから主な働きということなので、例えば界面活性剤の働きはあくまでもサブ的な働きなんですけれども、メインはアルカリの働きというものでも洗浄剤になるわけですよね。例えば拭き掃除用の洗剤ではないんですけれども、この生ハゲお風呂用は界面活性剤も入ってますし、アルカリもすごい高いんですけれども、アルカリの働きでですね、主に汚れを落とすので、アルカリ洗剤ではなくてアルカリ洗浄剤になるんですよね。逆に顔のマジックリンは界面活性剤でありながらアルカリの働きもあるんですけれども、アルカリ洗剤なんですよ。なので主な汚れを落とす働きは界面活性剤の働きによるということになりますよね。という形で洗浄剤には界面活性剤も入っているものもあるんですが、ペット用に使う洗浄剤は先ほどですね、洗剤の方でもお伝えした通り、界面活性剤はできるだけ入っていない方がいいということになりますから、シンプルにアルカリの働きのみで汚れを落とすというものが選択肢に入ってくると思うんですよね。例えばどんなものがあるのかというと、重曹やセスキ炭酸ソーダ、炭酸ソーダ、あとはアルカリ電解質ですね。こういったものには界面活性剤入っていないですよね。ということで界面活性剤残りのですね、心配がこれらのものにはないんですよ。ただですね、問題点もあるんですよね。まず重曹はそもそも洗浄力がちょっと弱すぎなのかなと。ペットを室内で飼っていない方でもですね、洗浄力の弱さに不満を持ってる方っていうのは結構いると思うんですけれども、ましてやペットを飼ってると汚れがいっぱいつきやすいですし、頑固になりがちだと思いますから、ちょっとですね、重曹の洗浄力では弱いのかなと。ちなみに重曹はアルカリ度が 8.2 ぐらいなんですよね。本当に弱アルカリで、弱アルカリでもより中性側にですね、近い方の pH なんですよね。だからやっぱり洗浄力がちょっと弱いのかなという感じはしますね。で、次にセスキ炭酸ソーダ。セスキ炭酸ソーダは重曹よりはアルカリ度高いです。だいたいですね、9.8 ぐらいですね。pH は高いんですけれども、とはいえ、まだまだ弱いのかなという感じがしますね。それでそのさらに上を行くのが炭酸ソーダなんですけれども、ソーダバイと言ったりしますけれども、炭酸ソーダは11ぐらいあるんですよ。これぐらいだったら結構洗力になるのかなという感じはしますが、もうちょっと洗浄力高ければですね、よりいいのかなというふうに思うわけですよね。でさらにですね、その上を行くのがアルカリ電解水なんですよ。アルカリ電解水は作っているところによってもしかしたら前後するかもしれないんですけれども、基本的に 12.5 のものが主流なんですよね。 12.5 ぐらいあるとですね、洗浄力はだいぶ高いので、結構な汚れもですね、スルッと落とすことができるのかなというふうに感じるんですけれども、ただですね、これはこれで問題点があるんですよ。それはアルカリ度が高すぎるというところですね。確かに界面活性剤も入ってないですし、無添加というところで安全性が高いような感じがしますが、 12.5 ありますからね、 pH が。お掃除するときに、まあ、掃除する側もそうですよね。直接液がですね、肌についたりすると手荒れの原因になったり、残ったりするとペットにもリスクがあるのかなというふうに思うわけですよ。あと床にワックスをしていたり、家具とかにコーティングとかしているものだと、そのワックスやコーティングが取れてしまうということもありますよね。アルカリ度が高すぎて。それだけじゃなくて、素材によってはアルカリが高い上に傷めてしまうというものもありますよね。アルミなんかは結構傷みやすいのかなと。あと木
生製品なんかもあまり良くないと思いますね。そんな感じで洗浄力は十分あるとしても pH が高いというところでちょっと不安なのかなというところはあるんですよ。でこのシャボンのアブくんなんですけれども、まずこれはどんなものなのかというと、無添加の水石鹸なんですよ。で普通の水石鹸じゃなくて炭酸カリウムと言われるアルカリ剤を入れてアルカリ度を高めているんですよね。先ほどお話した炭酸ソーダ、それぐらいの pH のものですね。だから11ぐらいのアルカリ度があるものなんですけれども、同じようなものですよね。炭酸カリと炭酸ソーダっていうのは親戚のようなものだと思っていいと思います。それを入れてアルカリ度を高めていると。それによって何がいいのかというと、アルカリ電解水ほどですね pH が高くないんですよ。かといって洗浄力は結構強くてですね、アルカリ電解水に負けないぐらい、もしくはそれ以上の強さがあるんですよね。なんで pH がそんなに高くないのにそれほどよく落ちるのかというとですね、理由はアルカリの働きと界面活性剤の働き、この2つの働きで汚れを落とすことができるからなんですよ。なのでアルカリ電解水ほど pH を上げなくても界面活性剤の働きが補うので、洗浄力として、だからそこまで上げずにですね、ちょっと落としたぐらいのところで十分ですね使えるということになるんですよね。ただ先ほどお話した通り、界面活性剤が入っているんだったら吹き残りのリスク出てくるじゃないですかというふうに思われる方もいると思うんですが、このシャボンのアブクに含まれている界面活性剤は脂肪酸カリウムなんですよ。脂肪酸カリウムというのはさっきもお話ししたんですけれども、液体の石鹸ですね。液体石鹸も界面活性剤の種類の一つなんですけれども、一般的な合成界面活性剤とはあまりにも性質が違うので分けて考えられているんですよね。その性質の違いに拭き掃除のすごい大きなメリットがあるんですよね。でどんなところにメリットがあるかというと、まずまた体を洗う時のことを思い浮かべてもらいたいんですけれども、ボディーソープで体を洗ってシャワーですすぎますよね。そうすると先ほどもお話しした通り、ヌルヌルもなかなか取れないし、泡もなかなか消えないじゃないですか。今度は石鹸で体を洗う時のことを思い浮かべてください。その後シャワーですすぐとさっぱり一気にですね、ヌルヌルが取れて泡も消えますよね。これは石鹸の大きな特徴なんですよ。ある程度水に薄まるとパッタリですね働くことをやめるからですよね。一方で合成界面活性剤は結構こう薄まってもですね働くことをやめてくれないんですよ。だからいつまでもヌルヌルするし泡はするしっていうようなことになるわけなんですけれども、すすがれやすさとかすすぎ残りのしにくさというのは拭き掃除にも同じことが言えるんですよ。となると主成分の石鹸がですね残りにくいということになりますよね。合成洗剤が入っているものと比べてということですよ。とはいえ拭き残りするということも考えられるじゃないですか。その時も安心なんですよ。これも石鹸がですね他の合成界面活性剤と違う特徴を持っているからなんですけれども、石鹸はアルカリ側でないと汚れを落とそうと働いてくれないんですよ。なので石鹸はもちろんこのシャボンのアブくんもそうですし、一般的な固形石鹸も特別な石鹸も全てアルカリ性なんですよね。中性の石鹸も酸性の石鹸も存在しないんですよ。その理由は今お話した通り、アルカリ側でないと汚れを落とそうとしてくれないからなんですよね。一方で合成界面活性剤はアルカリはもちろんのこと、中性でも酸でも働いてくれるんですよ。すごい影響されないんですよね。これが大きなメリットに働くこともありますけれども、拭き掃除用の洗剤についてはデメリットの方につながる部分の方が大きいのかなというふうに私は思うんですよね。それはなぜかというと、石鹸はもし拭き残りがあったとしたらですよ、酸に中和されたらですね、その残ったものも働くことをやめて無害なものに変わるわけですよね。でも合成界面活性剤はそんなの関係なしにそこに残っている限り働くことをやめないんですよ。それで人間の体っていうのは皮脂に覆われてますよね。皮脂っていうのは何性ですか？弱酸性ですよね。なのでもしシャボンのアブクで拭き残りがあったとしても、その上をペタペタ歩いたりペタペタ触ったりすると皮脂に中和されてですね働くことをやめてくれるんですよ。ペットも人間と同じ生き
ものですから酸性側の汚れがつきやすいのかなというような感じがしますけれども、そうなってくると中和されて働くことをやめてくれるのが石鹸ベースのシャボンのアブクレスということになりますね。なので今お伝えしたこの洗剤が安心できるというところはあくまでも拭き残りがしにくいというところと、もし拭き残りがあったとしても中和されて無害なものに変わるから安全ですよというところであって、このシャボンのアブク自体が安全かというと、それはですねホームリセットとか歌丸クリーナーと比べるとこっちの方が全然強いですね。それはアルカリ度が高いからということになりますが、そういったですね拭き残りしにくい、しても安心できるというメリットと、物自体の安全性は高いけれども拭き残りのリスクがあるというところをこう比べた場合に、私はこっちの方がいいのかなと思ってこの洗剤を作ったんですよね。もともとは小さなお子さんがいるお家の拭き掃除用洗剤として作ったんですけれども、ペットがいるお家でもですね、まあ、十分おすすめできる拭き掃除用の洗剤となっております。正確に言うと拭き掃除用の水石鹸ということになりますね。それでもう一つお伝えしておきたいのが、このシャボンのアブクは原液で使うんじゃないんですよね。基本ですね30倍に薄めて使うんですよ。だから非常にコスパがいいんですよね。これはですね 500ml 入って1本2000円ぐらいなんですけれども、薄めて使えますからだいぶコスパが良くなります。で30倍希釈液の作り方なんですけれども、適当なですね空ボトルを用意していただいて、例えばお風呂用の洗剤が入っていた空スプレーでも何でもいいですよ。しっかり中、そしてスプレーのトリガーを洗っていただいて水気を切っていただいて、このキャップがですね軽量カップになっているんですけれども、ラインがついてまして、下のラインまでシャボンのアブクを入れます。そしてしっかり洗ったスプレーボトルに 10g 入れます。そしてお水を 290ml 入れます。なので最初だけはキッチンスケールを用意していただいて、空スプレーを上げてまず 5g 入れますよね。そして 290g お水を入れて、で1回測ったら横にでもマジックとかでこう線をつけておくと、2回目以降は計量する必要がありませんので、そのような形で 300ml のところに目印をつけておくというのがおすすめですね。なので結構簡単に30倍希釈液が作れてしまうんですよね。で30倍希釈液で掃除していただくというやり方ですね。でこれが本体のボトル入り 500ml なんですけれども、お得用の 1.4 リットルパウチ入り、あと5リットルのボトル入りという、とってもお得なサイズもですね用意しておりますので、少しでも安く買いたいということであれば、もう最初からですね 1.4 リットルとか5リットルのものを買われるのがいいのかなというふうに思ったりしますけれども、あとお住まいの拭き掃除用だけじゃなくて、もちろんキッチンのお掃除にも使えますし、トイレ掃除にも使えますし、お風呂の掃除にも使えます。30倍でちょっと洗浄力が弱いなと感じたら濃度を濃くして使っていただければ大丈夫です。キッチンの油汚れだったら4倍ぐらいで使うといいのかなというふうに思いますね。お風呂の場合は30倍希釈でも全然いけるんですけれども、泡立ちがあまり良くないんですよ。泡立ちがちょっと欲しいという場合は濃いめに作るということをされるのがいいのかなというふうに思いますね。それと重要なことをお伝えするのを忘れてました。ペットの獣臭と言いますか、ペットの匂いじゃないですか、あの匂いもですね酸性側の匂いなんですよ。酸性臭なので、アルカリのもので拭き掃除するともちろん汚れを落とすだけじゃなくて消臭も一緒にできるんですよね。酸の匂いにアルカリの液がですね混ざることによって中和消臭の働きができまして、匂いがなくなると。これは中性洗剤ではこのような効果ありませんからね。アルカリだからこそできる消臭の働きですので、まさにペットを飼っている室内の拭き掃除にとてもおすすめなのかなと思いますので、よろしければ一度ですねお試しいただいてみてはいかがでしょうか。下にですね商品ページのリンクを貼っておきます。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも